何してんのどこに向けて撃ってるのこれ。ああ違った。最後の試合だよ。おいやでも今みたいに終わったらね、ワンチャンもう一回やるもういい試合ってこと今みたいに終わるかもしんないからね、わかんない。いやもう死なないぞ。ハチャラカ殺す。たまになります。たまになる。56なんだけど、たまに花火の玉になるってこと。ああなるほどなるほど。よいしょよいしょよいしょ。唇かいる。あら。あ？お。アーカイブに5人、ラウンジに2人。あ、え？ちょっと待って、今今あ、波動、まず波動砲が右側ラウンジとかで浮かれてて、うん、花火がちょうどアーカイブとかメインとかシャワーの間の空洞のところで綺麗な花火が舞ってました。すごいこと来てた。で、あれ？ミサトランさんもいなかったっけ？花火の近く、いない？いた。花火どこですか？ごめんなさい、うん、メインかエレキぐらいで打ち上げてると思います。あのシャワーのタオルの左のとこぐらい、あの何もないとこ、うん、でなんか聞こえた、綺麗な花火が飛んでた。ミサトラメタルポンズ無理ですよ、うん、ミサトラメタルポンズ無理はおかしいなハテナナツピョン赤メタタケオも波動砲もロケットも無理だ。白子いぞおめロケットで打ちます。ナンパイス、そうか、近くいましたよね。そうだそうだ。はい。待って、もう一回お願いします。ミサトランをロケットで撃ちます。3、2、1。ブブー。おらんのか。残念だかな。おらんのか。いやー、いないみたいだね。おかしい。っていう高度なやつでした。魔導砲でロケットここまでないってことは本当にゲッサーいらそうだけどな。ゲッサーもいびるゲッサーがとかいびげもか。ごめんなさいごめんなさい。そっか、魔導砲で死んでるはある、ね。まあロケットはミサトなんで核なんですけど。え？あ見てたんで。化け狸ですか、適当なこと言って。違います。僕が化け狸ですミサトなんか。え？え？どういうこと？じゃあスナパイさん波動砲かインポスタージエか。仕事ですね。スナパイさんがロケットで。そんなことばか言ってんじゃないから。あれ？ラウンジ側から波動砲が撃たれてて、その前にスナパイさんはシャワーかどっかで赤メタがすれ違ったので波動砲では絶対ないです。スナパイさん。いやまあスナパイさんはロケットじゃない。ロケットじゃな、ないでしょう。ロケットもないと思う。あ朝日さんとか持ってかれてたもんね、うん、だって。スナパイさんロケットじゃないからね。そこ叶えてあげる天使パタ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 って言いながら3人捕まえて飛ばしてたよ。えスナパイさんが、えスナパイさんスナパイさんスナパイさん。スナパイさんそれはちょっとうん、願い叶えてくれるんだ。ねえ、どうしたんだ俺。メタ怪しいな、なんか。何が？怪しくない。白子かね？白子メタルじゃない？どうせ。別に。全然怪しくないよ。本当ね。だよね、うん、ほら見たことがあってな、うん、じっとしなさい。へへへざまあないね。どうしたんだよ急にね、急にね、びっくりしちゃったおー、間違えた
ちょ、何してんのどこに向けて撃ってるのこれ。あ、違った、当たればよかった、ごめん。キャンセルしたら黙っといてね。キャンセルしたってこと。ボタン押しに行こう。キャンセル。インポスター扉閉めてあげて、インポスターかわいそうだこれは。リアクターとかなんか鳴らして下に向けて撃つんでー。これマジで。やっちゃうしかないよー。誰やっちゃうしかないのこれ。何何、いやいやいやあれ、これはどういうこと。耐えたぞ。もうあとはいないことを祈りましょう。スキップです。どういうこと。うん、これあれじゃないですか、やけっぱちイビルゲッサー当てたってこと。やけっぱちイビルゲッサーです。なるほど。負けだ抜き。武雄さん、武雄さん、赤目たメイヤーです。逆転できます。あ、じゃあポンズ野郎に入れます。いや、ポンズ野郎に。あ、でも。ポンズ野郎にする。ちょっと待って、これどうやって赤出んだこれ。え、そう、どうする。やばい、これ。え、でも、多分次の会議を起こして、ポンズ野郎残してると絶対に、撃たれるから。あ、そうか、そうか。そう。優先順位はこっちだ。こっちなんだ。マジか。僕ら次波動砲の中を回復するしかないってこと。いや、ボタンいける、ボタンボタンあります。すいません、武雄さん、今からやったら信じてもらえないかもしれないんですけど。何ですか。僕メイヤーです。信じします。バカ、誰やなわけあるかい。バカ、勝てますよ。なわけあるかい。じゃあなんでスナパイさん今いなかった。打ち間違えたの。スナパイシャワーで二人きりだったのお前ら。違うんですよ、スナパイさんに僕が使用してたんです、クルーメイトって。そしたら多分イビゲだと思ったんでしょうね。打ってきたんですよきっと。でもクルー何を言ってるんだろうか。スキップします。なるほどね、ポンズやろう、ポンズやろう、ポンズやろう。オッケーオッケーオッケー。いや、でもこれは無理だ。エンジンか宿舎で巻けばいける。宿舎、ね、確かあれじゃん、ボタンのクールが早かった。いや、早くないか、長いや。無理だよそんなの。せめて歯茎を見せろ。いつ渡されたんすか。え、もうさっきさっきさっき。おい、サイドキックいねえって言ってたから、もう最初のターンで自分で撃ち殺しちゃったとか花火にされたのかと思ってたよ、もう。なるほどね、なるほどね。お手遊ばれた。ナイス。うめえな。会議、次の会議になったら撃たれるから、こっ完全にやられたな。メタルさんが波動砲ミスった時はまだ武雄さんクルメイトだったの。いや、もうあの時はもうサイドキックだ。あの時はサイドキックだ。あられんね。アーカイブに下にあるからボタン押しに行こうっつって、そっちから注意する。あ、そういうこと。完全に。